東海や西日本の各地は今日も気温が上がって暑くなりそうです。こちらがまず上空の温度の予想です。今日の15時の上空1500メートル付近の温度の分布なんですけれども、特に西日本はこの赤い色、15度のラインが広くかかります。晴れた時はだいたい最高気温30度ぐらいの目安の暖かい空気に覆われるということになりまして、今日も気温が上がるんですけれども、天気の分布まずご覧ください。予想でいきますと、東海や西日本朝から広く晴れる予想です。今日も大気の状態は比較的安定した方となっておりまして、四国山地や九州山地の一部でにわか雨の可能性はあるものの、広く日中は日差したっぷりとなります。東海地方でも静岡県では一部にわか雨の可能性があるといったレベルです。そして気温の分布ですね、こちらをご覧いただきますと、朝は内陸部中心に涼しくなっているところが多いんですが、昼間は一気に気温が上がっていきます。今日のお昼過ぎ、だいたい最高気温が出る頃の分布見てみますと、赤い色の30度以上が九州の北部や東シナ海側を中心に広がる予想です。では気温の予想数字でご覧いただきましょう。今日特に上がりやすいのがその九州ですね。福岡市は昨日よりも4度高い31度と真夏日になります。さらにその他の西日本ですとか、東海地方、名古屋についてはだいたい28度前後まで上がって、各地気温上がりやすいんですけれども、空気の方は比較的乾いております。昼間はカラッとした暑さ、ただ日差しが強烈ですので、日差しの対策と合わせて暑さ対策はしっかりと行うようにしてください。最新の気象情報についてはお天気アプリウェザーニュースでも随時ご確認いただけます。